皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。元タレントでフードコーディネーターの大塚里香さんが1日に X、Twitter に投稿。出廷するんだよね、との投稿があったことを引用紹介し、当たり前です嘘偽り100%ありませんので必要なことがあれば必ず出廷するつもりです、と記した。フードコーディネーターの大塚里香さんが1日に X、Twitter に投稿。 出廷するんだよね、との投稿があったことを引用紹介し、当たり前です、嘘偽り100%ありませんので、必要なことがあれば必ず出廷するつもりです、と記した。写真、大塚里香さん、必要なことがあれば必ず出廷。松本人志と女性をめぐる週刊文春報道の問題で、訴訟となっている市場での A 子さん、B 子さんの件とは別に。 大塚さんは1月25日発売の週刊文春で、18年前の19歳当時に松本との宴席で被害を受けたとの主張を実名告発していた。松本人氏と女性をめぐる週刊文春報道の問題で、訴訟となっている市場での A 子さん、B 子さんの件とは別に、大塚さんは1月25日発売の週刊文春で、 18年前の19歳当時に松本との宴席で被害を受けたとの主張を実名告発していた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。